続いて交通事故です。昨日2件の人身事故が発生しています。午後12時20分ごろ、鷺宮3丁目の千川通りで乗用車3台による玉突き事故が発生し、1人が軽傷を負っています。車やバイク、自転車を運転する際は左右の安全確認をするなど安全運転を心がけましょう。